鈴は二つだ。二つしかないってことは。よっしゃ、やったらね。うっせえ、胸ぺったんこのまな板つなでか。んだとこら。はーい。お前に足りないのは目的かの。あ？まあ、慌てるな。見ておれ。インポを口寄せ。俺もそいつと契約を結びたい。そいつは無理じゃ。じゃあ俺のはどいつだ。契約の前にもっとチャクラ修行の中に答えはあるのじゃ。もっとチャクラを練り、因の結び方を勉強し。だな。いつになったら契約できるんだ。エリアロスケよりオロチマルかな。どなりゃ、じっとしてる暇なんかねえ。エナ姉ちゃんも独り占めだ。チャクラを集中させて、いけー。ここの人間の甲じゃ。どういう意味だ。おお、現れたか。まるで俺が現れるのさ。この妙木山に一人の人間の子が迷い込む。その人間が俺だったら与えてくれる予言って何なんだ。前はここで修行しながら、おじい様の予言を待つのよ。余裕でない。これがお前の運命じゃき。お前が選ばれた運命の子という証拠だ。それ以来、ジライヤはガマの里、ここへ来て確かにわしは強くなった。でも女の子にモテることだけでいいのか。それだけのためにわしは強くなろうと。ガマ仙人が。はよ行け。お前の予言が出た。おーよー、来たよー、来た。あ、おー、そうじゃったそうじゃった。大きゅうなった。こらこら、喧嘩はいけん。夫婦は仲ようね。王子様はお前の夢を見られたんじゃ。では伝える。わしの夢では。そういうことはしっかり覚えてんだから。たく、ジライヤが大釜仙人の夢の意味を忍び、五大国の統治による平穏も危うくなり。ある方が見た夢のままに世界を歩いている。やってきた運命に乗っかるものだとな。戦乱の時がもっと楽しみましょうよ。ねえ、うん、ねえねえ、帰るなら私を変えてよ。サイヤンマタレイ。この喧嘩、一族復興のために慣れぬ桑を手に畑を耕してきたというの。わしも自分の運命を探しておるのだが、なかなか見つからん。なんだこいつ、愚痴を言っとるだけかい。それは違うぞ。教育で戦が止められるってのか。それは無理だな。だがより良き選択肢を選ぶ力を。死ぬか生きるかの選択肢を僕に教えられるのは。わしはこの世に平和をなせる変革者を選ばねばならない。お前も忍びだろう。弟子とするべき男と出会うため旅をし、あの村も忍びが潜入しているという情報のもと潰されたのだ。
なかなかやるの。お前も忍びなら引く気はねえ。おう、黙れ。俺たちが呪われた忍びの世界に生きている限り平穏はないぞ。しかしわしはまだその運命の弟子にも会えずにいる。ジライアもまた運命と出会う旅をしばし休み。オロチマル、平和な世を作るものを選択せねばならんのだ。これが後の第三次忍海大戦と呼ばれる戦いで。